お、昨日の公演お邪魔しました。めっちゃ楽しかったでめっちゃ楽しかったで、よかった、嬉しい。また遊びに来てね、絶対めっちゃ楽しかったでこんにちは、こんにちは、たくさんこんにちは、こんにちは、こんにちは。今起きたのいっぱい寝れたんかな。こんにちはです。こんにちは。今日はしっかりではないしっかりではないかな。今日はサイン会、手が高い抽選会なので、オステージとは違ったメイクとなっていますが、普段のあれよりかはちょっと多め普段ね、あれよりかはね、普段のそのお出かけメイクよりは薄めです。はい、ミキ多分ね3段階ぐらいあると思う、メイクの濃さそう、オステージだとねちょっとやっぱりめちゃめちゃ濃いんですけど、今日はオステージには立たなくて配信なのでそれなりの濃さですけどお出かけよりはちょっと濃めって感じ。サインはね書き終わったので、もうあとはみんなのお名前書いて、みんなへの愛を伝えるコメントを書くのみです。ちなみにこのメイクをすると、リカとミオに好評です。はい、いつものメイクじゃなくてこっちの方がいいよって言われる劇場の時よりいいか。今日のリップの色好きです。お、ありがとう。昨日ねリカにリップ貸しました。化粧ポーチを忘れてて、青木さんがお家に、なのでリップ貸しました。なので昨日のリカの口とミキの口の色は一緒ですリップはミキね2色使いしてるんだけど、そのベースの色って感じ今は。そう、やっぱベースの落ちない色を塗っといて、上にまあちょっと薄めのやつを塗るのが、あ、でも劇場とかコンサートの時はそれにまたプラスでツルンプヤンみたいなやつを乗っけて3段階になる今はその基盤のベースの1段階目だけ塗ってます。あ、そうそうそう、今日から握手券買い足ししまくるよ。え、嬉しい、ありがとう。握手会っていいよね楽しみ。そう、今日の15時からなんと4時販売が始まって、4時販売は数に限りがなくお申し込みができるので、ぜひ。みんなが会いたいと思ってる3倍プラスして応募してくれると嬉しいです3倍がおすすめ、ミキ的には。なぜかっていうと、みんな絶対最終日かその日の最後にもっと足しとけばよかったとか全然話足りないよっていうからですもう今日十分話し切ったっていう人をミキは見たことがないそうだから、しかも多分みんながこれ喋ろうあれ喋ろうって決めるとするじゃん。じゃあ今日はこういうのことを喋ろうみたいな、ミキがそれに乗っかって話をめっちゃしちゃって、わあミキちゃんのせいでみたいな時もあるんよ正直ね。そう、ミキも話が盛り上がっちゃって、そう、相づちとかのレベルじゃなくて、分かる、それがそうでそうでそうでそうじゃないみたいな感じで喋っちゃって、みんなの話を塞いでしまうんですねミキはそう、こっちもテンション上がっちゃうのよ。多分こっちっていうかみんなよりテンション上がってるかもしれないミキの方が。そう、楽しくなっちゃって、でそれでめっちゃ喋って、本当に逆にみんなが相づちみたいな。そうだから、ミキへの配慮も込めて3倍にしていただけると、多分お互い
気持ちよく終われるのかなって思います。はい、でこれはちょっとミキの責任でもあるんですけど、でもミキもみんなと喋りたいからちょっと許して、これはサイン会よろしくね。そう、今日は16時からあと6時間後ですね、サイン会抽選会手形会があります。みんな YouTube での待機する準備はできてる？でも今日はね、平日の16時だから、もしかしたらお仕事とか学校の方もいるから、なんだっけ、アーカイブになるよって方もいるかもしれないけど。オンライン特典会長時間だから頑張ってくださいね。ありがとう。でもみんなもさ、大変じゃない？自分がいつ来るか分かんないじゃん。なんか見繰りみたいなさ、オンライントークとかってさ、次ですとか、あなたの番まで何人何番何分とか出るけどさ、あのオンラインって出ないじゃん。あの手が高い抽選会とか、ミキたちはさ一覧表があるから、まあ、なんとなくわかるけど、みんなはそれ伝えられてないからさ、ずっとドキドキしてさ、次から次から、あ、まだかなって待ってるのも大変じゃない？でみんなも根気よく待っててね、絶対に名前呼ぶから。昨日の声も素晴らしかったです。プレシャス良すぎて泣いちゃった。嬉しい。なんかね、最近筋トレのせいか分かんないけど、昨日のプレシャスなんかすごい力が入ったんよ。すごい力が入ったおかげで、ちょっといつもより強めなプレシャスができたかもかもかもって思ってる。そうで、いつもと違うとこはどこですかって言われたら、力強さって答えるかな。昨日はちょっとね、なんか分かんない、筋トレのせいなのか気持ちなのか本当に何か分かんないけど、リハからもうなんかめっちゃ力入って、いい力ね、なんか力みとかじゃない、そのいい力強さが入って、なんか踊ってんなって感じだった。でね、落ちサビあるじゃん、あープリーズ変わり映えのしないっていうところ、そう、そこがね、あのリハで今までで一番いい歌できたので、待ってみたいな、めっちゃ上手いとは思わんかったけど、なんか兆しが見えたの、上手くなる、え、これもしかしたらちょっと上手くなった、ちょっとなんかと、なんか閉じてた扉がちょっとこう半開きしてきたみたいな歌だったの、待ってみたいな。でもこれはもしかしたら、なんだろうな、ミキが思い描いてる声が聞こえただけであって、これは今歌ってるミキの声じゃないかもしれないと思って、まだ後で動画、リハ動画見直そうと思ってた、終わった後っていうのを一人で頭で考えてたんよ。けどまあ本番前にリハ映像見るじゃん、で一人ごとみたいな感じでプリシャスの動画見ようみたいな言って、なんか今日歌さーみたいな感じでミオタに話しかけた、え、ミキ今日今までで一番良かったよリハの歌みたいな、え、やっぱりみたいな、ミキも上手いとは別に思ってないけど、今までで、そ、今まで界隈では一番良かったよねみたいななって、やっぱそうだよねみたいな、けど、あ、本番あんまりだった。本番あんまりだったね、ちょっとやっぱちょっとなんだろう、やっぱ本番テンションというか、そのやばいくるくるくるみたいな気持ちあるん、やっぱりもうめっちゃ一人じゃん、一人だしさ、結構音もシーンみたいな感じで、もう本当にほぼ歌みたいな、なんか生歌とかじゃなくてさ、もう後ろの音もほぼないみたいな、ただただ自分の声だけが聞こえてる状態っていうのは結構やっぱドキドキするじゃん、自分的に、やっぱくる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 とか思いながら、はー、プリーズって入るんだけど、そう、そのくるくるくるがね、やっぱりダメかもしれない、もうちょっと落ち着いて歌わないと。だからリハの届けれたら個人的にベストが出た、悔しいね。で本番でもできるように頑張る。そう、結構ねリハの方がね良かったっていうことが多いんよ、歌、ダンスはね多分絶対本番の方がいいんだけど、歌はねちょっと力が入っちゃう本番。悔しいですね。ん？4時明日までだから。わお、4時明日までなの？
ミキあれだわ、あの今日から一生だと思ってた期間あるんだ、期限あるんだ、あだからまあ明日でもいいかなとか思ってたけどダメだったわ。あの開始時間しか見てなかった。ミキ勝手に4時はもうなんかずっと販売してるもんだと思ってたから違うのね。危ない危ない危ない。4時は明日までだって。じゃあ明日の12時までとかじゃないこれ。危なー、今日の15時からもう永遠に販売してると思ってた勝手に、なんでかわかんないけど危ない危ない。嬉しい、そうプレシャスめっちゃ力強く感じました。嬉しい、筋トレの成果出たもしかしてあそう元スーパーミオタンタイムね、もう今はミキちゃんタイムなんですけど、昨日のウィードントではアズとのわちゃわちゃが超絶かよかったです。ありがとう。そう昨日アズにちょっかいかけてみた、あの本番じゃなくて裏とかでもなんか普通にアズのこと見てたら可愛いなと思ったからちょっかいかけてみたっていうシンプルな理由。可愛くないアズ。あ、ずっと販売は5時なんだ。じゃあ4時と5時が混ざってたわじゃあ今日の12時にツイートしよう、みんな4時始まったよーって。だからみんな今日の12時ぐらいに携帯見といてね、ミキがツイートするから。で今日あれだね、今日のお昼の12時にツイートして、で今日の夜に手形会抽選会サイン会ありがとうって感謝ツイートして、で明日の朝その今日の12時にツイートしたのをリツイートしたら完璧完璧、そこまでできたら完璧。プレシャスの帽子欲しいんですよね。でも結構かぶってる人ね見かけるよ公園で。あれはみんなどこで買ってんだろうね。ミキはちょっと見たことがないけど、外で劇場でしか見たことがない。昨日の MC 楽しかったな地元あるある。そう昨日はミキがお題を考える日で、わ何にしようと思ってネタ帳があるんですよ。芸人さんじゃないんですけど芸人さんじゃないんですけど、私たちもやっぱり MC というものがありますので、ネタ帳があるんですね携帯の中に。でその携帯の中にあるよりすぐったものを選びました。それが地元あるあるででもなんか地元あるあるだったけど、なんか愛知あるあるみたいになっちゃったよね。あんまり愛知以外の方は聞けなかったので、ちょっと思ってた以上に後半メンバーの準備が早かったため話が結構早めに終わっちゃったんですけど、結構地元あるあるパート2喋りたい。結構ね盛り上がったくない楽しそうし、なんかみんな結構ありそうな感じだったし、 MC 終わって後ろはけて走ってるんだけど着替えるために、その時もあやさんとあのなんかもうちょっと喋りたいですねみたいに喋ってたから、ちょっとまた地元あるあるパート2したいなと思ってるだからミキのあのなんていうのお題考えるのが回ってくるまでちょっと待っててまたパート2覚えてたらするね。
この前の髪型 MC から異様の帽子を落とさないか心配で毎回ドキドキします。でも昨日ねみおちゃんかな、危ないって言ってた気がする。ポニーテールしてたんよ。でもね確かにポニーテールは結構あのね本当に慎重に踊んないと、頭に全集中かけて踊んないと絶対落ちるから、多分ポニーテールは多分できなくはないんよ。どんな髪型も多分できなくはないけど、ちょっと本当に頭に全集中全神経集中させないと落としちゃうから、結構ねあれ気力いるんだよね。あ、公演後の動画見てくれました。そう、本日の時間がない公演終わりましたイエーイっていう公式で上がる動画ね。そうキョプちゃんが隣にいて、リカがいい風呂の日、いい風呂の日、あ違う風呂の日かの話をしてたら、偶然お左にキョピさんがいたんであれ風呂の人やと思って絡んでました。昨日は推しの子の愛ちゃん劇場にいると思った、イエーイ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 、すごい最高率に座ってたけどミキはちゃんと見つけてたよ。そう昨日は久しぶりに推しの子愛ちゃんの髪型をしました。ちょうどね愛ちゃんもね前髪をこう流してるよ、アイドル前髪してて、でミキも前髪が伸びてきたから前髪までも寄せに行きました。髪の毛も前髪も全部寄せに行った。車のナンバー色でナンバー色で呼び名あるの初めて来ました。嘘ガチ、クロッキーミドッシー、あとは何もない、クロッキーミドッシーぐらいかな。クロッキーは確か黒ベースに黄色文字で、ミドッシーは緑ベースに白文字ですね。でもこれはなんか愛知だけっぽかったよね。これって誰が考えると思う、本当に不思議じゃない、クロッキーとかミドッシーとか。ちょっとさやっぱり伝え方によってさ、なんていうの、伝え方って広まり方によってやっぱそれぞれさちょっとずつ違うけど、ミキんところの地元ではクロッキー10個で幸せだったんよ。そう今日1日幸せみたいな。でもそのクロッキー10個見る間にミドッシー1個見ちゃうと1個減るみたいな。そうだからそれで毎日なんていうの、情緒がなんか上下上下になることなんていうっけ、優越じゃなくてなんだっけなんだっけ、なんとかするみたい言うよね、喜怒哀楽じゃない、なんだっけ、難しい言葉だからか分からんけど出てこない。なんだっけ、忘れちゃった。でもクロッキーミドッシーは愛知だけなんかな。ね、パーカーみんなあるあるでびっくりした、すごくない。でも逆にそのパーカーの枯れ棒とかさ、枯れ棒は聞くけど蚊の棒は聞かんかったな。でもあそれはあれか、女の子同士で枯れ棒枯れ棒って言うからか。逆にそのパーカーが全国共通なのびっくりだけどね、なんでそれは全国に広がるんだろう、てか誰が作って誰がどうやって広めたんだろうね、本当にびっくりじゃない。あそう一喜一憂、そうそうそう一喜一憂、それが言いたかった、一喜一憂してました、その車のナンバー色で小学生の時は。うわ黒っきりイエーイ、あミロッシー見たみたいな、もう最初あもう一個減ったやんみたいな、せっかくあと一個で10個だったのにみたいな感じで。でもあるあるなのがやっぱ一日通して10個だから忘れるんだよね。今自分が何個か。
しかも別に紙に書くまででもないから頭で覚えとくんだけど忘れちゃうんだよね。今何個か、だから一喜一憂もするけど忘れもするみたいな。お、9日の鉄な公演に参加します。久々で楽しみです。ミキも久々なんですよ。12月ぶりなので約2ヶ月、1ヶ月半か2ヶ月ぶりぐらいの鉄ななので、ちょっとしっかり確認して出ますしっかり確認して完璧に出れるようになってから出るんで、絶対見に来てね。みきちゃん視力は良くないです。良くないですけど、あの日常使いのコンタクトとステージ用のコンタクトで分けてます日常は落としてるけど、ステージに立つ時はやっぱりみんなの顔をよく見たいので 0.25 上げてますっていう、これみきのなんていうの、ルーティーンじゃないけどみきなりのプロ意識そう、みんなの顔が一人でも多く見たいし、よーく見たいので、しかも多分常にちょっとあんまりね度数言うとあの低って思われるからちょっと言いづらいんですけど、普段ミキ 1.25 つけてるので、そう今も 1.25 つけてるんだけど、そう今日は別に遠く見たりとかしないからオンラインなんでね、そう普段は 1.25 つけてて、ステージの時に 1.5 パッてつけるとやっぱ視界がすっごい鮮やかになって鮮明になってめっちゃ見える感じになるんよ。で多分普段から 1.5 つけてたらそれが普通になってむしろどんどん悪くなってくると思うんだけど、 1.25 つけてる中で日常で急に 1.5 パッてあのつけた時にみんなの顔がめっちゃより鮮明に見えるの。だから本当にステージの時だけつけてる 1.5 は。普段は 1.25 つけて生活してますって何ミドッシーのことだよね、営業者って。トラックとかそういうこと。でも確かにやっぱさ小学生で学んでくるからさ、なんとなくうわこれ絶対ミドッシーだろうなみたいなわかるやん、車のナンバー見る前に。だからそういうのはもう一切視界に入れないようにしてたし、むしろクロッキーそうなのうわあれ絶対クロッキーやと思ってちょっと見に行ったりとかして、うわクロッキーよっしゃーみたいな感じでっていう時に限ってなんかえクロッキーじゃないの、えこれがクロッキーじゃないことあるみたいな時もあって大変だけどすごいよね、楽しそう車のナンバー見て一喜一憂してんだもん。公園来たい、名古屋移住した、えどこ住んでんの、出身地を知らなかったわ。15日の鉄な行くよって待ってます、劇場で待ってます。おはようございます、奇跡的にこの時間見れて嬉しいです。お奇跡起きたイコール運命ですよこれは。俺もコンサートの時はよく見えるようにコンタクトつけてました。あミキも客席側の方でもつけてく 1.5 やっぱ客席側の方でも、あもしくは1.25 つけてってメガネ持ってったりとか、どっちかかな、 1.25 プラスメガネかもう 1.5 つけてっかどっちか、ちょっとでも視力上げはするえそう 1.25 って言うとえ全然視力低くないやん、えそれ多分コンタクトいらんよみたいに言われるけど無理なんよ、
無理なんですよ、それは。それはそれで無理なんですよ。すごいいっぱいありがとう。なんだっけ、バレンタインギフト、河内です、ありがとね。あ、みんなってそういえばこれゲットした？じやんじやん、じゃ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 ん。お、初見さんこんにちは、ありがとうございます、遊びに来てくれて。トレーディングカード、じゃ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 ん、じゃ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 ん。バレンタインは食べる専門、作る、あの食べる専門でしかないですもう作るのは高校生で終わりました。しかも高校生も多分3年間作ってない。このトレカはみんなの元はいつ届くんだろうか。でもみんなゲットはしてくれたかな、手元にないだけであってゲットはしてくれた。なんかバレンタインしようか分かんないけど絶対バレンタインではないかハートがここにねついててね、かわいいです。3月10日に届くの、めっちゃ先じゃん、1ヶ月以上先じゃん。もうでもみんな物自体は出来上がってるの、安心してね物自体は出来上がってるので、もうあとはみんなのところに配送するのみだと思うので、ぜひ楽しみに待っててね。今日のサイン会の美女と一緒です、ポーズが違うんですけどポーズは違うんですけど衣装とか美女は一緒です、全くポーズが違います。テレ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 テテフー、パッ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 パンパンパン。ぜひみんなこのハートが入ってる方ゲットしてね。確かにいつもチームカラーの赤の今回ピンクで踊れてました。確かに、だからかなんかあんまピンクに目が慣れてなくてなんか違和感感じてたんだよね、そういうことか。ということでピンクでちょっとラブリーチックになってます。ぜひみんなこのハートの方、あ、4つもついてるわ、ハートお腹出ししてます。ぜひ地引きしちゃって、あとこれもあるよ、じゃーん、缶バッジ、名前の方とお顔の方と、こっちがお名前、こっちがお顔、これでセットで買えるんかな、セットか、さすがに、さすがにセットか。みんな缶バッジはゲットしてくれたかな。グッズはね FC 限定じゃない、セブンネットさんとかで買える缶バッジかわいいでしょう、後ろにお花とかがついててかわいいんですよ。初サイン写真写り含め楽しみや、お、初サインだって嬉しい、大事な初手です、初手サインやっぱ何でも最初ってね記憶に残るからね。え、これ現地で買えないらしいよ、だから応募した人だけがゲットできるレアレアなグッズだね。これは缶バッジだけだってネット販売限定なの、ワオじゃん、なんでだろうね、すごいなんかレア感レア感があるグッズらしい。これね、名札ランダムなの、ちょっとミキもねちょっと文句かも名札ランダムってことある、
名札なんて推しのしかつけないじゃん。名札ランダムはちょっとね、あまりこちら側がそっちの肩を持つのもあまりよろしくないかもしれないですけど、ちょっと文句かもしれない名札ランダムに関してはちょっと許せないかな。本当に急に声大きくなってごめんねちょっと許せなかった。ミキは名札ランダムみたいな、名札を推しがつけんよみたいな。トレーニングカードはまだわかるわ、わかるわかるわかる、まだね。トレーニング試合も名札はちょっとなんかトレーディングっぽくもないし、みたいな。はやみたいな。名札は推しのしかいらんよ。ちょっとびっくりだったね、名札は。でも個人的には名札が一番熱いから、名札をみんなに一番ゲットしてほしかったんだけど、ランダムって言われるとちょっとなんか、あ、もう大きい声に言わないよね。けどゲットしてほしかった、ミキ的には。まだ、もう買えないかもしれないけど。名札って良くないだってね。グッズのミシャのビジュアルめっちゃ可愛い、ありがとう。でもね、多分ここ最近のグッズで一番のビジュアルであると思います多分過去史上最強のビジュだと思います。はい、この日なんかね整ってたビジュがいいっていうか整ってた、調子が良さそうだった。ネイル可愛いしね、ありがとう。でも西美代に早く帰ろうって言われてます。なぜなら爪が伸びてきたからあのさ、爪伸びてさ、スマホ触るとカチカチなるんよ。あの音が西さんめっちゃ嫌いで、西さんをイライラさせてしまう音なんですね。そのためミキは西さんといる時できるだけ爪を立てないように、西さんの表情を、あの機嫌を伺いながら優しく携帯を触ってるんですけど、いや それでもあのやっぱどうしてもちょっと爪がちょっとね伸びてきちゃってとかどうしてもなっちゃうんですよ、カチカチカチって。けど何、 C さんハンターは見逃さないんですね、聞き逃さなくて、うるさいって怒ってくるんですけど、すいませんって言ってでもあの手形買いまでは絶対買いたくなかった。手形で絶対汚れるからネイルが、そうだから新しいネイルにしてネイル汚したくないから手形終わってから絶対買いたかったのねっていう言い訳を昨日したら、言い訳だよそれって言われました、すいませんすいません。でも次のネイルはだいたい決めてるけど、ちょっと悩み中、悩み中です。そう、西美代さんおこでした。エレベーターの中で怒られましたそうでもミキもそんなスマホされないカチカチなのあんま好きじゃないから、と爪が長いのが自分好きじゃないし、そう自分もだし、そう自分もあんま爪長いの好きじゃないので、だからあのミキ長さ出しはしてないよ、爪地爪なんですけど、でもそもそもね爪が結構大きいので、なんて言うんだろう、そんなしょぼくないよミキの爪ってミキの爪ってしょぼくないのね、なんか長さ出ししてるような爪してんの、だからそれ地爪なのって結構言われるんだけど、地爪なんですね。そうだからだいたい初めましてのネイル行くと塗りやすいってね、あの褒められてるか分かんないけど、塗りやすいですってな、感謝の言葉述べられるネイル映えるからいいねみたいな、そうなんか手が大きいのか爪が大きいのか、まあ、どっちもかもしれないんだけど、嬉しい、いっぱいバレンタインギフトありがとうね。この大好きなギフトめっちゃ可愛いよね。限定って聞くと買いたくなっちゃうね、わかる。ミキも限定と新作にはめっちゃ弱いですすーぐそれに買っちゃう、締めいっちゃう。 DD に優しい仕組みですね。あ、そういうこと、 DD さんのためってこと、そのランダムは。でもねミキね、ミキは DD じゃないかな、もう推ししかいらんタイプだから、ちょっとねランダムは結構厳しいんだよねでも買っちゃう。でもランダムって売られてる中で推しを引いた時のあの運命感じた感じがミキは大好きだから、ランダムでも買っちゃいますね。しなんかグッズテンションで買っちゃう。例えば洋服屋さん行ってなんかこっからお洋服、洋服屋さん入って今日はランダムですとか言って、お会計お金払うまで何が出るか分かんないみたいな、どんなお洋服が届くか分かんないとかだったらさすがに絶対買わないけど欲しい服しかいらないからね。そうけどなんかグッズって
なんか誰が出たとしてもその人 になんか運命感じちゃうし、けどなお推しが出たらいいよねみたいな感じ。それもそれ楽しいんだよね、そのなんかおみくじみたいな感じで。おたともと話して4時販売でみきちゃん一緒に買って一緒に行こうってきました。え、ありがとう、嬉しい。一緒に連番しちゃってで仲良くしようみんなで。名札は多分現地でも買えるらしいよ。じゃあみんな現地で、あの、あ、これ名札って1個買って1個か。じゃあちょっとそこら辺にいる人と交換しな。していいか分かんないけど。昨日ポストしてくれたラブリンさんとのツーショットがスマホの新しい待ち受けになりました。嬉しい、やった。ミキ、みんなの待ち受けになるの夢かも。今夢叶えれたの一つ、ありがとね。嬉しくない？待ち受けにしてくれるのって。だって携帯ってさ、やっぱ常に持ってるもので、もう肌身離さず守っててさ、常に開いて、何かあれば開いて触ってって感じじゃん。そのスタートラインに立ってんだよ自分が。めっちゃ嬉しくない？しかも携帯の待ち受け画面で結構気分って変わらない？ミキも結構推しとかにしてるんだけど、テンション上がるし、開いてもちょっと眺めちゃったりするもんね。し、ちょっとなんか用がなくても見ちゃったりとかもするし、もうなんか元気の源って感じだから、それになれてもめっちゃ嬉しい。し、ラブリンさんも昨日ミキの写真をツイートしてくれたのが個人的に嬉しかった。絶対自撮りも撮ってるであろうに、自撮りじゃなくてミキとのツーショットの投稿してくれたっていうのがめっちゃ嬉しかったです。お、俺もミキちゃんの写真待ち受けにしました。嬉しい。やったね、ありがとう。昨日の公演めちゃくちゃかっこよかったね。ありがとうね。また遊びに来てね。昨日ミオちゃんが手品ウィークって言ってたよ。なんか似てない、好きなの。あのね、絶対にちょっと匂わせてます。それは絶対に。確実にチョルムウィークをちょっといじってますね。西井さんのことなので。はい。絶対にいじってます。お、劇場の新しいトレカ伊藤ちゃんのサイン自分で、すごい。しかもサイン、すごい。お、しかも新しいトレカ、この前書いたばっかりなんじゃない、それ。何色で書いたかな、ピンク色、ピンク色の文字だったらもうつい最近書いたばっかり。今回はね、ちょっと先に言っとくね。今回はですね、その裏面にですね、たった5枚だけちょっとあの遊びを入れてみたので、ね、初めて裏に。その5枚をゲットした方はとてつもなくレアです。しかも5枚中その1枚ももっとレアなのが入ってるので、その1枚を当てた人がとてつもなくレアです。去年のイチョウ狩りのしゃがんだ写真最強に待ち受け寸前です。おっとおっと、寸前、あれ寸前止めたの、なんで止めたの、許さないよ。すいません、待ち受け見れちゃうんです。あれあれ、ミレミキ、あれミレミキはどこ行った。あれれれれれ、あれれれれれ、録画面も待ち受け画面もミキちゃんです。どの画像かは言えない。
待ち受けは知ってるかも。ロックは知らんけど待ち受けは知ってるかも。今回のツーショット写メ会の写真を待ち受けにしたいですね。ぜひ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 。しかもその写真って世界に一枚だからね。ミキがツイート上げてる写真はやっぱみんなが保存すればするほど写真の枚数は増えていくけど、世の中に。けどそのツーショットとかで撮った写真は間違いなく世界に一枚なので、ぜひ。裏面見ても何もなかったので今度は追加した時にチャレンジします。お、でもサインの時点で大ブレアです。けどより上の上がね今回あるんですよ。ぜひみんな狙ってみて。お、嬉しい。今回のツーショットで撮った写真待ち受けにします。やった、万歳万歳。女の子にはスカートひらにひるがえし、走りたくなる時がある。今日のお昼ご飯はね決まってないです、まだ。お腹空いてから考える。でも候補は、いや候補というかわかんない。多分コンビニです。安定にコンビニです。お、ここでです。皆さんにあるご報告があります。ここで皆さんにあるご報告があります。いいですか皆さん、プチご報告があります。はい、ですね、昨日昨日話していたあのおしゃジャージかっこもふもふかわちジャージ、ロゼミューズさんのイコールラブの大谷エミリさんプロデュースのロゼミューズのおしゃジャージもふもふの売り切れてましたね昨日。はい、ほんでもってなんと昨日のリハ終わりに再入荷メールが来まして、ついに即ポチってゲットしました。拍手、大拍手、パフパフパフ。はい、しかもですね、本当にリハ終わりにメールがポンってきて、再入荷メールが来て、うわーみたいな、もう超激アツじゃんみたいな。でその時リカもミオも髪の毛ヘアセットあいつとか誰もいなくて、周りに、そう、もう誰にも言えなかったけど、さすがに一人待って待って来た来たみたいな感じで、一人でちょっと小声で、こんなんじゃないよ、ちょっと周りに人がいるから自分なりに抑えながら喋って、でメール見た瞬間にもう残り3着みたいな、もう危ないと思って、赤字で書いてあって、もうすぐポチった。で公演終わりにコンビニ寄って入金いたしました。はい、なのであとは届くの待つのみなんです。でも本当に嬉しかった。リカとミオにすぐ言った、二人とも喜んでくれた。嬉しかった。一人の喜びじゃなくてみんなの喜びだったのがすごい嬉しかった。そう、もうさすがに本当に多分瞬きしてないレベルにポチったね。はい、もう入金も済ましたので。でもちょっと不安な点がありまして、コルセットの方のジャージあるじゃないですか。コルセットのジャージの方は入金した瞬間に配送メールが届いたんですけど、今回配送メールが届いてなくて、結構時間経ったんですけど、はい、もう12時間以上経ったんですけど配送メールが届いてなくて、そこがちょっと心配なんですけど、結構心配なんですけど、そうだから温中効果よ。昨日何やっぱそのモフモフジャージ温中ということで温中歌ったんですけど、絶対温中効果。あと多分みんなの再入荷、みんなが多分再入荷ボタンを押してくれたから、多分再入荷願ってる人はこんなにいるんだって思ってくれて、多分本当に再入荷してくれた。
でもうミキが買おうってメール届いてすぐ開いた時のもう残り3着って出てたから、あ危ない危ない危ないと思って、世の中にこんな何億人もいる中であと3着しかないってなって、すごい勢いで申し込んだ本当にやっぱモンチモンチ歌ってよかったあ雪の影響、あそういうこと、あじゃあしばらくまだ届かないかな、雪はしょうがない、もうねしょうがないから、もうしょうがないです安全になってから送ってください。ぜひミキはいつでもルンルンで待ってるので、届いたらまた写真載せてください。もうね多分すぐ着ると思うよすぐ着ると思う。もう本当に嬉しかった本当に嬉しかったね、本当にここ最近で一番嬉しかったぐらい嬉しかったもう早くね配送メール来てほしい。配送メール来たら次の日には多分届くから、そうだからミキもしかしたらえ届かない可能性あるとか思ったけど、まあ入金してるから届くよねはい、もう本当に感謝です、全てに感謝もうみんなが再入荷ボタンをきっとたくさん押してくれたから、それが届いたのかもしれないし、ウォンチュ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 ウ効果もかもしれないし、もう全てに感謝です。来てすぐご飯こぼさないで、本当だよねミキ、本当にねこぼしがちなんだよね本当に。しかもタイミングも良かった、リハ終わってリハ中にもしメール届いてたらその3着も誰かに奪われてたかもしれないと思うと、本当にリハ終わりで携帯したらあメール届いとるわと思って開いたら再入荷のお知らせみたいな、ええー、みたいな、ガチガチガチみたいな、で急いで開いて赤字で残り3着みたいな、カカカカカってなって買いましたもうめっちゃ嬉しかった、迷わず押したね、もう今しかないと思って、はい、素敵なお買い物ができました。早く来たいです、超絶楽しみですめっちゃ楽しみ。だからみんなも来て写真また送るので楽しみに待っててねでリカに聞いたんよ、リカアイボリーって知ってるって言ったら知ってるよって言われた自分だけだったらアイボリーのこと知らないの。ミキは多分ねアイボリーのことを全てベージュって呼んでます。はい、お50分や、じゃあ最後に一曲歌って終わろうと思います。以上おしゃじゃじもふもふかわちじゃ報告でした。ご清聴ありがとうございます。じゃあロゼミューズさん無事に届きますようにを込めてコラボさんの曲なんか歌おう何歌おうかな、これにしよう。はい、もうおしゃジャージの喜びを歌に乗せていきます。ほいでは歌います。え、終わるんですけどあのイコラブさんのスタートを歌いますまあ一日がスタートということで、もうお昼だけど、なぜだろういつもと景色が違った、慣れた学校いつものカフェも同じはずなのに、君と会い初めて仲間ができたよ、笑って泣いて怒って初めての気持ち、仲間が何より大事と書く再生リーフと思ってた、でも違った教えてくれたね、変わったみんなといると強くなる
ために進む決意見ててほしい。共に進もう、共に戦おう、共に一人じゃ何もできないけど、嵐を晴れになって変えられる。街のすべてが輝いて見える。長い人生の1ページ、みんなと一緒に掴みたい。出会えてよかった、本当に大好き。手と手つないでスタートしよう。退屈な毎日逃げ出し走って止まることさえ忘れたわけはみんな一緒だろう。大人になったらこの気持ち消えるの、わからないけどきっと儚いものだろう。たくさん泣いた日々だって、どんなに辛い過去だって、私たちが受け止めたいんだ。変わろう、私たちと強くなろう。笑顔が見たいんだ。どんな君もありのままを愛せるから、共に笑って、共に夢見よう。共に戦おう。一人じゃ何もできないけど、嵐を晴れになって変えられる。街のすべてが輝いて見える。長い人生の1ページ、みんなと一緒に作りたい。出会えてよかった、本当に大好き。手と手つないスタートしよう。行こう、ラーブ、イエーイ。パチパチもいっぱいありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。イエーイ。これでもう雪なんかかっ飛ばしていただいてもう雪は溶けます。今の歌でぜひ安全にロゼミントさんのカワチカワチオシャジャージモフモフカワチジャージが無事お家に届くこと願ってます。吸引した時れそうです。よかった、やったね。この曲歌った意味がありました。ほいではみんな16時からね、手形会サイン会抽選会ありますので、ぜひあスクショタイムしよう。え、待って、めっちゃもう本当に可愛いね。ちょっと愛おしすぎる。花ちゅばんでしょ、うちの花ちゅばんでしょ。話しかけても大丈夫ですかって。でもね、めっちゃ嬉しい。
でもミキさん本当に大人見知り出ちゃうと思う。カエル化されるかも。もうこの人めっちゃ人見知りじゃんみたいな。やばい、もう今のだけでも十分嬉しい。ありがとう。ちょっとミキからも話しかけれるように先輩頑張ります。鼻ちゅわん。ミキさん今日も可愛いよって。お、ありがとう、嬉しい。え、鼻ちゅわんも人見知りなの？そう、感じたことなかった。ビース、ほいではまた明日。ちょっとねごめん、明日のショルムウィークちゃんですね、多分ゲリラになると思われます。ちょっとね時間が読めなくて、明日いろいろ、そうだから急遽の配信になると思うんですけど、できるだけおメールとかで連絡できるようにするんですけど、通知をどこかしらの通知を取ってくださってたら行くと思うので、はい、できるだけお知らせをするようにするんですけど、もしかしたら無理だった場合は急遽始めるかもです。ほいでは、まずは本日のサイン会抽選会手形会でお会いしましょう。バイビー、見てくれてありがとね。てて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 、また明日ね。バイビー、ありがとう。いっぱい言う人もこちらこそありがとうだよ。ダン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 、ありがとね、バイビー。